ターミナル5駅開業後のピカデリー線路線図。単線、一方通行の線路上にあるホーム。ホームのラウンデル。ロンドン地下鉄が所有、管理する、ヒースローターミナル4駅は、ロンドンヒースロー空港内にある駅。空港ターミナル4専用のアクセス駅である。ロンドン地下鉄ピカデリー線ヒースロー支線の駅である。この駅は、トラベルカードゾーン6にある。 空港ターミナル4にはヒースローエクスプレスも乗り入れているが、この駅はヒースローエクスプレスのターミナル4駅とは別の駅となっている。ヒースロー空港の空港ターミナル4のアクセス駅、ターミナル1から3及び2008年3月開業のターミナル5にはそれぞれヒースローターミナル図1、2、3駅及びヒースローターミナル5駅がアクセス駅となる。 一方通行のループ線のトンネル内に位置する。この駅は、ロンドン地下鉄に数少ない一番線しかない駅である。空港付近のピカデリー線の線路は、ロンドン都心方面から、東隣のハットンクロス駅を経由して東側から、ターミナル1.23駅を経由して、ターミナル5駅に至る伏線と、ハットンクロス駅で、西方向行きの線路のみ断線で南に分岐して、 東駅を経由し、西側からターミナル1、2、3駅に至り上記の線路につながる一方を通行のループ線からなる。ピカデリー線ヒースロー支線の列車のうち半数程度は、ロンドン都心からハットンクロス駅を過ぎたところで、ループ線に入り、ターミナル4駅、ヒースローターミナルズ1、2、3駅を経由し、それからハットンクロス駅、 そして、ロンドン都心部へと戻っていく運行ルートを取る。残り半数は、ハットンクロス駅から直接ターミナル1、2、3駅を経由して、ターミナル5駅へ至たり、ここで折り返して、同一経路で、ロンドン都心部へ戻るルートを取るため、当駅は経由しない。ヒースローエクスプレスはターミナルに接続する、駅間は、無料で利用できるようになっているのに対して、ピカデリー線は、 ピカデリー線でヒースローターミナルズ1、2、3駅とターミナル4駅の間を移動する場合には、切符を買わねばならず、また、ターミナル1、2、3駅からターミナル4駅に直接向かう列車はない。ターミナル間を乗り継ぐ飛行機利用者は無料でヒースローエクスプレスもしくは専用シャトルバスを利用できる。この駅は1986年4月12日にその 直近に開業した空港ターミナル4へのアクセスのために開業した。この際、すでにあった東側のロンドン都心から、ハットンクロス駅を経由して、西の終点ヒースローターミナルズ1、2、3駅に至る線路から、ハットンクロス駅の西側で単線の線路が、西方向に分岐し、ターミナルズ1、2、3駅の西側に接続して、 ループ線を構成する形で建設された。2005年1月7日、新しく建設される、ヒースローターミナル5駅への分岐線との分岐点を建設するため、ループ線とターミナル4駅は一時的に営業休止した。ターミナル4駅が開業する以前は、すべての列車が、ハットンクロス駅から西行き線路を走行して、直接、ヒースローターミナルズ1、2、 三駅に向かい、そこで折り返していたが、一時的にその形に戻った。ヒースローターミナル四駅を利用する旅客のために、シャトルバスが、ハットンクロス駅から運行された。この状況は、工事及び駅の各所に、新しい安全対策及び旅客案内設備の設置が完成した後に、ループ線及び駅が再開する2006年9月17日まで続いた。 マルチ、イヤーステーションエントリーエグジットフィギュアス。ロンドンアンダーグラウンドステーションパッセンジャーユーセージ。データ、ロンドン交通局。2015年3月31日閲覧。ありがとうございます。